こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は人事不正です。昏睡状態となり意識を失い何もわからなくなること。使い方は交通事故で頭を強打して人事不正に陥ったなどと使います。今から人事不正を楷書で書いてみます。それでは今から人事不正を行書で書いてみます。それでは今から人事不正を草書で書いてみます。今から人事不正の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。